ロイドご飯の時間がやってきました。イエイ。はい、どうも。今回は久しぶりの吉野家さんなんですが、ちょっと以前から存在はしていたんですが、吉野家で働かれている人の中で人気の、裏牛丼というのがありまして、4つあるそうなんですが、今日はその1種類目初めて食べてみたいと思います。行きましょう。
はい、というわけでいただいてきました吉野家さんの、これは 裏メニューという感じで、肉だくにごまだれのドレッシングを足したもので、実は以前からの裏メニューとしては有名で一時期は限定の商品としても展開されていたんですが、今はその限定商品の時期が終わってもう一回こう裏メニューに戻ったというか、普通に牛丼の肉だくを注文してそこにごまだれを足すとこの、裏牛丼になるということで初めていただいたんですけども、これうまいです。やれ以前のホームページではこう吉野家の店員さんたちの間でよくやられる味変というかこの裏技ということでうまいですね。ごまだれの甘みとちょっと酸味がすごく合います。まあ普通牛丼で酸味っていうと紅生姜を後半に付け出すのがまあポピュラーだと思うんですけども、その紅生姜の代わりにあれはちょっと鋭い系の酸味だと思うんで、甘さもあるねこのごまだれの酸味がめちゃくちゃうまいです。で今日自分初め牛だくを1個だけだと少し物足りなく感じたんで肉だくを1個だと少し物足りなく感じたんで肉だく2つでいきました、うん、うまいです。でちょっと久々の吉野家さん伺ったんですけども、やはりお店の中入るといろいろ限定商品とか、いろんなねこう寒い時期の鍋のものとか、もありまして、やっぱりこうこまめにチェックしてまたねいろんな味を食べに行きたいなと改めて思わせてもらえる今日の裏牛丼でした。で実はこの裏メニューは以前4種類公式にも紹介されていまして、今日またこの1種類だけなので他にもねアボカドチーズとかいろいろあるんで、またね、この裏牛丼も食べに伺いたいなと思いました。はい、というわけでした。ここまでご視聴ありがとうございました。ではまた。